まずは街で聞きました。階段を駆け上がることにこだわる男性、なぜだと思いますか？もう心臓が止まりそう。今階段上がってくるだけでね。やっぱり賞金が出るんですかね。結構なくなりましたね。15年連続これを駆け上がるのはちょっといかついですね。階段に取り憑かれてるんですかね。と様々な予想が出たところで、その男性との待ち合わせ。向かったのは大阪府池田市。こんにちは。こんにちは。こちらが階段駆け上がり歴15年の渋川美沙夫さん。年齢はなんと60歳。大階段駆け上がり大会は毎年300人ほどが参加。高低差30メートル、171段の階段を駆け上がり、タイムを競うというもの。渋川さんはこの大会の45歳以上のカテゴリーで15年間表彰台に上り続けているだけでなく、年々タイムも縮めているんです。こちらの山にある階段の方で再トレーニングしてます。トレーニングは週3回およそ90分しているといいます。ここの階段なんですけども、はい、一つ目の階段が95段で、でちょっと踊り場が長くカーブしまして、で次の階段が104段、私はここじゃないとダメなんです。これまでに10カ所ほどの階段を巡り、やっとたどり着いたこだわりの場所なんだそう。階段と一口に言っても、はい、いろいろあるわけですか。はい、下のこの95段はすごく高いんですね、はい、だからもうパッと見ると壁みたいな高さがあるんですけども、壁みたいな、はい、で上の104段は少し低いんで、ここで結局、まあ、すごく高い階段を上がるので、まあ、パワーとかそういうトレーニングで、上の階段ではそのスピードと踊り場のその処理の練習をしてます。言っていることの意味が理解できず、謎は深まるばかり。柔らかい、めちゃくちゃ柔らかいですね。そうですね、足が短いんで股関節が柔らかくないと二段飛ばしができないんです。何段でも飛ばしていいんですか。何段でも飛ばしていいんですけども、二段飛ばしが一番効率が、はい。あいにくの天気の中、いよいよトレーニング開始。もうみぞれ混じりで寒いんで。めちゃくちゃ寒いですね。はい、さっそうと階段を駆け上がっていく姿は、とても還暦には見えません。しかもトレーニングはこれだけではないんです。自宅近くの公園でも週に2回遊具を使ったハードなトレーニングをするなど、体力作りには余念なし。これも全ては階段上りを極めるため。渋川さんの階段愛は大会出場者の間でも有名です。もう階段の渋川って言われてるぐらいでほんまにこの方は技術に関したらもう絶えずずっと追求してるんですよ。力だけじゃなくてテクニック、もうテクニックを駆使して上がるっていう感じで、猛者たちをなぎ倒していくっていう。その階段を駆け上がるテクニックとは、25811っていうのが僕が足を置くとこなんです2段目、はい、5段目ってこと。25811、はい、そして踊りは、はい、で普通は階段っていうのは面がありますよね、はい、この面をこう走っていくんですよ、はいはいはい、普通は走るんですけど、うん、自分はエッジを走るんです。なるほど。エッジを走るんです、はい、上に上がってから下に降りるよりエッジをこう狙っていく方が最短距離でいけると思うんで。これは渋川さんが実際に作った資料。少しでもタイムを伸ばしたいと、足の運びから踊り場での姿勢など独自で階段上りの研究を続けているんです。ここに来て次は踊り場の真ん中辺について、次は2段目につくと、
あの冗談で、あの目つぶってでも京都は走れるよっていうのがそれなんです、はい、これが靴も階段上り専用に改良してしまう徹底ぶり。ソールを張ったんです自分で、で余分な出っ張り全部削った、あの軽くするためにこことか全部削った全部。階段を駆け上がることにここまでの情熱を注ぐ渋川さんは一体何者なのか。実態を解き明かすべくやってきたのは池田市内にあるスポーツジム。するとそこにいたのが、はい、プッシュ。実は渋川さんの仕事はスポーツトレーナー。その道40年の豊富な経験から会員のトレーニングを献身的にサポートしています。職業柄これまでにもさまざまなスポーツと触れ合ってきたそうですが、まあ、あのモンスターボックスというか高い飛び箱を飛んだり、あと、まあ、陸上競技ですね、マスターズ陸上、はい、それと、まあ、ボディコンテスト、ボディメイクの方もやらせてもらいます、はい、もうすぐもう飽きてしまって、なんか次のことってなるんですけど、あのこんだけ長く同じことやってるミサを見たことないってよく言われます、はい、階段が初めてです。階段初めてです、はい。階段にかける思いは他のスポーツとは一線を画しているという渋川さん。ではそもそも大会に出場したきっかけとは。45歳の年齢で自分より早く動ける人はいないやろうと、うん、早く走れるとかじゃなくて早く動ける人はいないやろうと思って出たんですね。ある程度自信があったんですけども、まあ最初出て負けたんでそれが悔しくて、あのもっと練習しようっていう風になったんで、だから最初出て優勝しなくて逆に良かったなと。渋川さんが体を鍛え始めたのは13歳の時。ブルースリーのように俊敏に動けるようになりたいと思ったことがきっかけでした。大会初出場で優勝できなかった悔しさからトレーニングに磨きをかけ、2年目に見事優勝。それから14年、渋川さんは今も毎年記録を更新し続けています。はあ、そこには他の人には真似できないとっておきの練習方法があるそうで。ゴールは線にタッチしたもんが勝つんですね。恐怖心なくすためにちょっと練習をしてで臨む。そんな渋川さんを奥さんはどのように見ているんですか。まあ頑張ってねって言ってはくれるんですけど、さほど興味はないみたいですね。応援とかは来たことはないですね。ちょっとさ来てほしいですか。いえ、なんか来たらこけそうで、はい、変にプレッシャーかかりそうなんで。そしていよいよ大会当日。あいにくの天気の中、今年は全国から集まった320人が参加しました。ちなみに渋川さんが出場する45歳以上の部門の優勝商品は松葉ガニとテーマパークのチケット。大会は悪天候の中、思い通りの記録が出ない選手が続出します。百戦錬磨の渋川さんはというと、雨すごいですね。雨がね、もうほんまに大変です、なんかだんだん強くなってきてるから、はい、ちょっとビビってます、はい。優勝争いをするライバルたちの中には、日本マスターズ陸上で銀メダルを獲得したという強者も。レース本番の1時間前、会場から一人どこかへと向かう渋川さん。何やら浮かない表情ですが、ちょっと重いですから、ちょっと休憩します。去年はね、同じように
やってめっちゃ軽かったんです。それは何が違うの？今日の睡眠時間、なんかワクワク感と、このプレッシャーですごく早く目が覚めてしまって。全てはこの日のためにやってきた1年、納得のいくまで調整を繰り返します。第12組の選手の発表です。第4レーン、サンマッハスポーツ渋川美佐夫。第12組アンチエイジングのシンボルが登場します。トッポヤプランナーズ20、トッポヤオーキャンプランズ、そしてサンマッハスポーツ。驚異の23秒04、この時点で1位です。驚異の還暦。まあちょっとだけこわごわ走ってたんですけども、やっぱり転ぶと1秒違いますんで、はい、まあなんとか無事終えたんでホッとしてます。はい、ありがとうございます。ライバルである手前の2人が渋川さんのタイムを超えられなければ優勝が決まります。倉下さんは去年3位、24秒11でした。はい、ゴー。スタートを切りました。いいスタートを保証金の佐藤美信です。去年は45歳以上5位でした。そして追いつかる2020、寺下、佐藤が寺下か、佐藤が寺下か、2人の争いがどうだ、佐藤が届いたか、すごい争いになりました。タイムは23秒台、微妙ですね。佐藤、寺下ともに自己ベストは更新になったかもしれません。果たして結果は。第4レーン、2020、和田真希。勝ったかもしれない見事優勝。ようやく笑顔を見せてくれました。校舎の成績を収めますので、ここにその栄誉を称え表彰いたします。おめでとうございます。ここでなぜ時、メジャーなスポーツが数多くあるのに、なぜ階段を駆け上がることにこだわるの？前に進む 100m にしても、短距離走なんかこう、もう絶対勝てないんですよね、速い方に。でもここに関してはほんの少しのところを気づきがあると試してみる。そしたら、あ、よかったと。それをまたこそっと練習して、プラスになるの違うかなと思って。ちょっとずつ記録が伸びるんじゃないかと自分で自分に期待している部分がある。それがあるから続けているのかもしれない。何歳まで出られますか？多分ね、負けたらね、負けたらって表彰台乗れなくなったら多分やめるかもしれないです。全力で登り切った先に見える景色がある。そう自分を奮い立たせ、これからも体と技を磨き続けます。